北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、今日は第8回をお届けします。北川先生、よろしくお願いします。さあ、今日はですね、2月、これ配信されてるのが28日ということで、いつも2月っていうとうるう年だったりいろんなことを思い出すんですけど、先生、4年に1回オリンピックあるじゃないですか。ありますね。オリンピックとかって先生見るんですか？最近あんまり見なくなりましたね。それはなぜですか？なんか自分、オリンピックっていうのはその肉体の躍動なんですけど、はい、年取ってきたらなんか心の躍動、なんかそちらの方が、肉体的に衰えてきたせいもあると思うんですけどね、はい、あまり見なくなりましたね。そうか。2月28日というと僕はいつも29日とかその辺のうるう年でオリンピックというふうに考えてしまうんですけども、さあ、今日はですね、前回不安と怒りというキーワードで、前編は不安についてお話を伺ったんですけども、先生、今日はもう一つの大きな要素という怒り、についてお話をいただきたいんですが、先生、怒りっていうのは先生なりにはどう捉えてるんですか？私はこう、神は怒りを最も嫌っている要素の一つだと思うんですね、要素じゃなくてアイテムといいますか、項目といいますか、はい、まあ、神は怒りを最も嫌っているなと思いますね、だから怒る者に対しては厳しい掟を用意していると感じるんですよ。厳しい掟、だから怒る人は非常にこう傷つけ合うといいますか、肉体も傷つけ合うし、IS、なんてイスラム国やアラブの国を見ても分かるように、壮絶 なんか争い、血を血で争ったり苦しみ、もう見たくもないような恐怖というものを用意してますね、はい、あれ、怒りがなければあの人たちにはあれほどの乱暴な恐怖とか悲しみをもたらさないと思うんですけども、怒る者にはやはりそれ相応 の厳しい掟をもたらしてますね。感情が乱れて苦しくなるとか、はい、多くの人に恐怖を与えるとか嫌われるとかですね、で、怒る人に寄りつこうとは人はしないですもんね。そうですね。で、怒る人はやっぱり自分の思い通りの人生は歩めないんですよ。これ芸術に生きるとか、平和に生きるとか、なんか絵を描いて生きるとか、音楽とか、はい、ミサイルが飛んでくる中で音楽会なんか開けないですもんね。確かに。で、アラブみたいないつも争ってる国では、私が作ってるような陶器は持って生活できないですもんね。生活できないですよ。陶器が芸術とは、とてもアラブや争ってる国の人たち、怒りの中の人たちは芸術として受け取れないでしょ、すぐ割れてしまうから、日本はやっぱ平和ですよね、陶器が何十万もするっていうのはそうですね。怒りの中にあった陶器なんて投げればすぐ壊れてしまいますもんね。二度とそうですね、帰ってこないものの一つですよね。平和あっての陶器ってことですね、ある意味。先生、います。あ、どうぞ。いや、いいですよ、その怒りっていうことがやっぱり当然、まあ、怒ると言ってもいいってことかもしれないですけど、怒った方、怒られた方、いずれにしてもいいことないのは、まあ、基本的に誰しもが分かってると思うんですね、で、神が一番嫌うアイテムの一つだって先生おっしゃったんですけど、それでも分かってるけどなんで怒っちゃうんですかね。怒ってもいいと思ってるからじゃないですかね。怒ってもいいと思ってる、怒りは本当に厳しいんだ、怒ってはいけないんだ、怒りっていうのは人生の大事なこう、排除すべき感情なんだっていうことをこう、はい、きちんと教えてもらってないからじゃないですかね。なんとなくいけないとか嫌だって思ってても本当にいけないんだってことが分かってない、だから小さい時に分かって、それをこう分かった、その辛さとか嫌さを分かった人は後で怒ろうとはしないと思うんですけども、怒りが良くないということは学んでいかないといけないことだと思いますよね、で、その怒りを取り除いた時の安らぎとか平和感とか、なんかこう笑顔とかいうのがとても人生に勇気を与えてくれたり生きがいになるということを僕はもっとこう学んでほしいと思いますね、神がちゃんと
怒りの代わりに笑顔と安らぎというもの、要素を用意しているということをこう知ってもらいたいなと思いますね。うん、先生が普段おっしゃってるようにこう不平不満愚痴文句言い訳起こらない中にまさにその怒らないって入ってますけど、これ私事で恐縮なんですけど、いまだに先生からこう28日間でしたっけ、はいはいはい、頑張りなさいっていうことを言っていただいてるんですけど、必ず挫折してですね、これだけ先生のそばで学んでるにもかかわらず治らないんですけど、うん、それでもやり続けなきゃね。そうすると必ずこう砂利道を抜けて綺麗なコンクリートの柔らかい道に出ることができるから、うん、まあ、どの人も必ずこの砂利道を抜けることができる、うん、抜けない人はおらんもん。じゃあやっぱりそれでも、まあ、歩むじゃないですか。そうそうそう、やり続けると、あ、こんな逆の同じことを言ってると思うね、若い人にね、いつか、はい、あの、いつの間にやっぱりやり続けるといいんだよ、すごい平和があるんだよっていうことを、うん、でもだからお前諦めちゃいけないんだっていうことを教える立場に なれると思いますよ。そのための経験ってことですね、うんうん、まだ 1,2 年だもんね、はい、まあ、幼稚園から小学校に入ってるもんやね、僕は見たら、うん、感情の学校で言えばね。そうですね、なんか思わぬとこで怒っちゃいますね。こう気をつけなきゃっていう時は大丈夫なんですけど、うん、油断した時に僕 あなたがこうそのことを学び始め、こういうことは良くないんだと学び始めたのは学校ではなくて、僕のような大人に出会って初めて学び始めたでしょ、はい、だからまだこう初心者なんや、そういうことは、はい、だからこういうことを教える人にこう早く出会った人は早く到達できると思うけど、うん、そういう意味ではこれ聞いてる方はラッキーですね。そうなんだと思いますね。先生ね、うん、今こう怒るっていう主体の方の話をしましたけど、まあ、怒られる、うん、受け身の方もあるじゃないですか。これはまた違うんですかね。そうですね、だからどういうふうに違うって言ったらいいのかな。でもまあ僕は怒る人っていうのは人を傷つけることと、うん、まあ、自分の利益にこう左右される人と思うんですけども、うん、そういう人たちはこうなんかこう傷つけた後、うん、罪がこう大きいと思うんですね。神が作ったのはなんかそこにこう厳しい掟は怒った人にはこう許されないような罪を、あ、うん、自分を許しきれない罪というかな、うん、もうちょっと分かりやすく言えば、はい、裏切った人と裏切った人と裏切られた人の違いみたいなもんで、うん、裏切った人の方のがなんかいつまでも残るんよね、はいはいはい、罪は、うん、裏切られた人が許せば自分の罪は消えるわけよ。なるほど。だけ裏切られるより裏切るよりも裏切られた方がいいわけね、うん、相手を許すこととか水流すことによって、うん、自分の中のその、裏切りを受けたって苦しむという罪が消えてきてしまうけど、うん、裏切った人は謝るチャンスや訂正するチャンスが失ったら永久にそれを持ち歩いていかなきゃもんね。だって自分だけの問題じゃないですもんね、うん、だからもうその人いなくなるもんね、その瞬間に、うん、どこに、そしたらもう一生それを自分背負っていかない。そっか、それと怒り怒られるも一緒ってことですね、うん、怒るということは同じような罪があって、うん、怒った人に対して謝る、訂正したり救うチャンスを失ってしまった時、うん、怒ったことによってその人を傷つけて人生を狂わせたということ一生背負わないといけなくなってしまう、うんうんうん、そうですよね、まあ、怒られる方は確かに しんどいかもしれないですけど、自分の中でそれを許すことができれば、うん、怒られる人はそれを乗り越えていかないと思うし、うん、これからそこから学ぶことは、怒って人を傷つけ、そんな怒り方をして人を傷つけてはいけないってことを学べると思うよね。うん、そうですね、うん、だから次の瞬間から優しく生きていこうという決心ができるかもから、確かに私はやる前っていうかね、うんうんうん、まあ、多少は失敗はするけれども、うん、少しずつ少しずつ人生を転生していく、いける人の方が、うん、まあ、人生が向上していくよね、うん、でも先生が常々こう何か自分がしたことは後々帰ってくるって話もありましたけど、うん、やっぱり今からでも、例えば僕もそうですけど、怒ることをこうやめる、まあ、訓練というか続けていけば次第に怒られるっていうことも減るんですかね。投げたものが返ってこなくなるからね、いいものを投げてくるから、なんか喜びの方が多くなるよね。やっぱりそうなんですね。不思議と、もう量も数も
人生の後半で全然受け取るものが変わってくるわ。不思議なくらいや。だから乱暴にヤクザのように生きてる人と平和感に生きてる人の人生の後半は全然違ってくると思う。同じ道も歩んでてもね、恐怖と不安がある道なのか、それとも安らぐと皆から愛されて、おはようございます早川さん、今日もいい天気ですねとか、早川さんこの間ありがとうございましたとか言う人が多いのか、それともおいお前金田先生とお前これやっつけたろうとかいう声が人生の後半でいっぱい来る人の歩き方、歩み方は全然違ってくると思う。だけど自分が成したことはすぐには返ってこないけれども、必ず間を空いて人生の後半に受け取るように神は仕組んでるよね。明らかにそうなんですね。ね、もう人生の後半で確実に受け取るよ。受け取らない人はいないぐらい、まあこれはもう厳しい掟やね。まさに法則ですね。でそのことを知って、やっぱ良きことをなせ、まあ人を助けよ、怒る中で、怒る中でと言わないけども、怒りの意味を知って怒りを少なくしていこう。先生これ細かい話ですけど、先生の本とかお話聞いてても思ったんですけど、まあ、何をもってして人生の後半かっていうところあるんですけど、まあ、年齢がかなり50代60代いってる方、これ聞いてる方いらっしゃるかもしれないですけど、その中で、まあ、ある意味人生の後半でも、そして今何か、投げたもので苦しいものが返ってきてる中でも、まだこう良きことをどんどんすればまだ幸せになれる可能性はあるんでしょうか。幸せになるというか、幸せ感に浸れる瞬間が多くなるという話だけど、いつも怒りの瞬間が多いのか、それとも幸せ感の瞬間の方が長くなるかという違いよ。だからその数の問題ではなくて、時間、人生の後半の時間で穏やかに生きていけるというのは、幸せ感に浸る時間が多くなるということだから。なるほど、その違いってことですね。だからやっぱ田舎でのんびりしてすごい高校やっていい顔してる おじいちゃんなんか、いやーとも幸せだよっていう、人に喜び与えたらニコニコいけるしって言って、その時間が長いから顔が穏やかになるし、生き方も穏やかになるから、病気が少なくなるよね。過ごす時間でやっぱ違いますよね、人の。そうだね、まあ、激しく生きてもいいけども、人生の後半ではそれを取り戻すような穏やかさに生きるようにこう、学ぶように仕組んでるような感じなんですよね。それを学べるかどうか、気づくかどうかっていうのが最近よく分かると思う。面白いですね。面白いっていうかね、だからそこら辺も使命とか宿題っていうか、今世の宿題っていう形で与えられてるような感じがするわ。先生ね、今怒る怒られるの話も伺ったんですけど、一個聞きたいんですけど、怒るとすごく似てるようで違う、叱る、怒ると叱るってやっぱり違うんですか、ね、叱るはね、叱るっていうのは、まあ、できるかね感情が入らないのと、叱るっていうのはこう、その人に良き未来を与えることが叱ることなんよ、はい、ただこう欠点をついてダメ出しってダメのまま終わった時は、それは叱ってる、叱ってるんではなくて怒ってるよね。欠点をただ言っただけで終わったら、こうダメじゃないか、こうどうすんだって終わってしまったらダメね、はい、これダメじゃないか、こうするとお前良くなるよ、お前は才能があるし意欲があるし、お前にはちゃんとこうなんかそういうチャンスがあるんだから、こうこの方向にやればいいよって未来を与えることは叱ることない。そうか、まあ、ある意味厳しいことも言うけど、きちんと最後に、そう、だから右足だけ出すと転ぶよ、ちゃんと左足出しなさいって、そのなんか人生のこう、チャンスというかね、こうやってそうすると歩けるよとか、なんか未来を与えるっていうことが含んでると、それは叱ることにつながると思う。そういう意味ではこう、そのまあ自分自身が人の、まあ要は上司とかそういう先導する時もそう多分ね、あらなきゃいけないと思いますし、今これ聞いてる方も含めてですけど、自分の周りにいる例えば上司だったり何か先導する人が怒る人なのか叱る人なのかっていうのを、いや怒る人なのか叱る人なのかっていう人は、叱る人は、怒る人は未来を奪う人よ、叱る人は未来をくれる人よ、でもそれって表面的な話じゃ分かんないですよね。今の先生のをちゃんと 見極めないと、一見その厳しいことを言うようで、もうちゃんとそこがある人は叱ってくれてる人ってことですよね。叱ってくれる人はね、必ず未来を与えてくれてると思うわ、そこの違いですよね。嫌ってないよ、なんか育てたいっていう気持ちとか、未来をあげたいっていうふうに、まあ、叱る人も人間的に育たなきゃいけんと思うわ、それが育てるっていうか、育てるっていうことは叱る、叱るっていうことは
その人の失敗やできないことに対してチャンスや未来を与える言葉をこう必ず入れ込むっていうかね、はい、いやなんかそれができるようにしていくのがやっぱ大人であり先生であり、はい、あの学んでいく上に立つ者の務めやと思うわ。ただ怒ってきたらただの怒りの坊ちゃんやね。そうですね、うん、怒ると叱るの違いも今日はお話がありましたが、そう怒ると叱るの違いがあると思うね。そうですね、僕は使い分けてるけどね。うん、いやすごい勉強になりました。そしてなんか過去20代の頃思い出しましたね。なんかもう怒られてやだなやだなって思ってた上司の人、今振り返ると叱ってくれてたなみたいな、ごめんなさいっていう感じですけどその時分からんもんね。そうなんですよね。でも今先生がおっしゃったこと明確なそこがあると、やっぱ違いますよね。うん、上に立つものはやっぱそこを明確にしないといけないと思うね。上に立つ人、まあ、40代以降の人はやっぱ20代30代の人に接する時は、怒ることと叱ることの違いっていうのは明確に持っていてやると人はついてくるよね。そうなんですよね。叱ってるとか、もうそれができてる人はやっぱついてきますね。わかるもん、それは明らかにね、うん、この人を育てようとしてるんだとかね、明らかに僕は悪いのにこんなこと言ってくれてるんだとかいう、ということで、今回2回にわたって、前回不安、そして今回怒りということで、怒りだけで先生いくらでも喋れそうですね。そうよね怒りだけで喋れてるってなんかいいかわからないですけど大事なことやん。本当そうですね。また、これだけにとどまらず、機会があればお話しいただきたいんですけども、番組では、北川八郎先生の、ご感想ご質問をお待ちしています。詳しくは北川八郎ホームページ、もしくは、こちらのメールアドレス kitagawa@kiq tas.jp 北川@kiktas.jp までお寄せください。ということで今日は第8回をお届けしました。北川先生ありがとうございました。ありがとうございました。